青コーナー185センチ、 100.4キログラム、 リンス、イギリス、リー・ハッセル。赤コーナー182センチ、 103キログラム、 ワールドタイトルヘビー級チャンピオン、リンス、ロシア、エミリア・エンコ・ヒョードル。無差別に挑戦します。1回戦は柳沢を下しました。判定でした。いいですね。やってきた。あ、ごめんなさい、ミドルですね、はい、あ、はい、ヘビーですね。ヘビーのタイトルの行きました、ね、同じ戦いをするつもりなんでしょう、はい。ヘビー級タイトル保持者です、エメリア・エンコ・ヒョードル。まあ、先ほどですね、はい、オーストラリア代表のヘイズマン勝ちましたからね、ハステルスもイギリス代表としてですね、はい、なんとしてもこう勝ちたいという発奮材料になったと思うんですけどね。まあ、そうでしょうね。ただまともにいったらですね、まず勝てないですからね、ヒョードルには。はい、ですから、この前やったようなですね、飛び膝蹴りですとか、はい、そういった奇襲攻撃がですね、有効になってくると思うんですけどね。2人の体重差は 2.6 キロしかありません。重たいのはヒョードルです。首を閉じます。抜けました。2人も10歳の開きがあります。25歳ヒョードル、35歳ハスネル。バトル、いいですね。いいストレートが入りました。そしてグラウンドに飛んでいきます。突入しました。今のは抜群のタイミング、すごいですね、はい、そして威力もあったんじゃないですか、ね、全く見えなかったでしょうね、ノーモーションで行きましたからね。まともに行きましたよね、しかしよくハズデルも食らいついていますからね、はい。まあ、ハズデルは打撃の人であります。ギブアップ。これは腕を取ろうとしてる、腕十字ですね、はい、狙いですね。ご覧のように片膝を立っています。おっと、甘くですね。よく全部変わった形から行きましたね。そうですね、足か、チェックしたのは画面の方ですね。先のパンチによるものかもしれません。さあ、左が入ってきます。右をフォローしました。パンチで勝負するのか、突っ込んでいきます。これでスープレックスが引きずり込んでいきます。足をかけました。つけていくという感じです。ボディブロー、すごいパンチだ。すごいですね。相手はこの状態なんですけれども、かなり低い体勢からボディアッパーを持っています。アクション。残り時間1分。アスデルが体勢でかなりの及び腰になっています。スタンディングでフロントネックロックですか、これ。いや、力で持ってきますよ。持ってきます、持ってきます、フロントネックロックか、ゴーか、タップか、どっちだ。試合終了です。1ラウンド4分10秒、タップしたんですね、はい。いや、今万全の体勢でリングの中央まで引きずってきたところで、もうタップ。